曇ってんな。曇ってるよね。曇っちゃってるよね。こんばんは。僕の好きな最強ついて似合いすぎて気をしずる、なんで二つに結んだの、男たちは首だけ。ありがとう、可愛いって言ってくれて。どうかなって思ったんだよ、あんまりやらない見慣れない髪型だからどうかなと思ったんだけど、嬉しいよ、みんなが褒めてくれて。これ見て、三つ編み。そう、話私聞いてないんだと思って。もうそう、そこに触れてくれるからさよかったんだけどさ、すごい決ま私は結構へこんじゃって、俺私話聞いてないんだ、気づいてなかったから、まあ、あの話を聞いてたとしても相手にとっては聞いてないって捉えられてしまったら聞いてないになってしまうのも承知の上なのですが、すっごいへこんだ、泣いた裏で。え、待って、私人の話聞いてないのかなってガチでメンバーに聞いて、全然そんなつもりはなくて、そう見えてたのかと思って超ショックだった。大号泣やっぱりそういうのでさ、あ、人の話を聞かないからポキちゃんは昇格できなかったんだとか、ポキちゃんはなんで昇格できなかったんだろうっていろんな人が考えた時に、それが一つの原因として捉えられてしまうじゃないですか。あっと思って。そういうね、冗談がさ通用しない私は本当にへこん、私昨日からめっちゃネガティブ、泣いてばっかり。メンタルがやられてるぜ最近。
誰かメンタルケアをよろしくお願いします。ボキの でもね、この髪型もね、これ三つ編みを入れたりとか、メイクをもっと濃くした方がいいとか、ラメ入れなとか、チークとリップはもっと濃い色にしなとか、アイラインもっと垂れ目に長く引きなって言ってくれたポキさん、あ、ポキさんじゃない、リカさん、リカさんプロデュースポキなんです。今日はすごく嬉しくて、昨日は写真集にサインをもらいに行くときにもじもじしてたら、みはるさんが背中を押して一緒に来てくれた。大丈夫だよって言って、みはるさんがトコトコトコって、たまたまね、ヘアメイクのその隣の席で違うヘアメイクさんにやっていただいてたんだけど、ポキ顔薄いって言われて、はいどこを濃くすればいいかわからないんですよって言ったら、ラーキラキラが足りない、え、これリカのこれ貸してあげるからって言って、ラメをここに足したい、下まつげ足りない全部足りないそう、ポキツインテール似合うんだからこれからやった方がいいよって、あんたちゃんとメイクすれば可愛いんだからって言われて、ウキーってなって、ちゃんとメイクすればねって言われて、はいってそうだから、なんかこういう感じでリボン、なんかこういうちっちゃいリボンとかここにつけちゃって、あのリカさんにプロデュースしてもらったから、うん、クラクラかな私でクラクラ、そのね、タイミングがそのヘアメイクのタイミングが一緒にならなかったら、そのポキはこういう髪型でとかメイクのアドバイスとかもしてもらえなかったから、マジで嬉しかった。そうなの、すべてはリカさんのおかげで出来上がりました今日。そしたらナナミさんとかレーニャーさんとかマリナさんとかスタッフさんとかスタイリストさん、ヘアメイクさん、3期みんなに今日やばいよあんたって言われて、ポキちゃんの ことを褒めてくれて、嬉しかったの。見て、見える？これがリカさんからもらったラメだよ。今日はゆうこのラメを袋に入れて寝ようかな。このラメ落とす前に袋に入れて、リカさんのラメって取っとこうかな。そう聞いて、ゆうがさ、ななみさんが「どうしたの今日」って言われて、「
めっちゃ可愛いよって言ってくれたの、ななみさんが。え、ありがとうございます、リカさんプロデュースなんです、今ラーメンも借りててとか言ってくれて、ワクワクギャーギャーやってたら、え、ラーメンってななみさんが後ろから、え、ラーメンが何、ラーメンですよ、ラーメンってラーメン部で会話してると、全てラーメンにか、頭が勝手にね変換するんですよね。なんかラーメンっていう言葉をめっちゃ敏感に聞き取るなって今日ななみさんのこと見てて思って、ゆうはとラーメン部でご飯とか言ったら絶対楽しいよねっていう話を昼食を取りながらしてたわけですよ。なんか絶対、そのラーメン部の先輩方がめっちゃ優しくて、大阪でみんなで6人でご飯食べた時とかめっちゃ楽しくて、ラーメン部でご飯とかやばいよねみたいな言ってたら、何ラーメン部の悪口って寄ってきて、違いますよって言って確かにラーメン部の話はしてましたけど悪口じゃないですみたいな。ななみさん似てた今こうやって来たんだよねえ、ちょっと6人でご飯とか行ったらすごく楽しそうですよねっていう話をゆうはとしてたんですって言ったら、あ、そうなの、え、絶対行こうみたいな感じになって、あと今日の反省相談、そんなんかな、ごめんなさい、すごい誇張してる可能性はあるんですけど、反省相談のリカさんポジをやらせていただきまして、急遽決まりまして、通しリハする前日が佐渡だったんですけど、佐渡に行ってたんですけど、その佐渡に行ってる間に反省相談の中井さんポジに木本さんが入ることになりますっていう連絡が来て、ん？明日通しリハだよなってなってそのメッセージは承知いたしました返したけど、帰ってきてその日はもう無理だって思って寝て、次の日練習して急遽、そういう時にスタッフさんの間でここは木本ですってなるのが嬉しくて、なんかこう穴が開いた時にスタッフマネージャーさんが、あ、木本でって言ってくださったらしくて、その場には私いなかったんですけど、メンバーが聞いててくれた話によると、ここどうしますかって言った時に最初に名前が上がったらしくて、それでめっちゃ嬉しくて、しかも
リカさんの卒業公演でリカさんのポジションで出るってどういうことなの？リカさんを出してくれと2割の方々は思うだろうに、私がそこリカさんのポジションってなるところでさ、優しく見守ってくださって、モバイのハッピー、違う違う、それはリカさんにプロデュースしていただいて髪型もメイクもやりましたっていう話だったんだけど、でその後にその投資リハが終わった後にみゆみゆさんがトコトコトコって寄ってきてくださって、反省相談はいつ言われたのって、あ昨日茶道の時に言われて今日振り入れしましたって言ったら、すごいねよく頑張ったねって言ってなでなでしてくださりまして、となんか自分ではわからないんですけど、ゆうなって振り覚え早いよねってみゆみゆさんが褒めてくださったのも、本当に反省そうだ、頑張ってよかったと思って、これってラブトリップと僕はいないがに私は入ってなかったんですよ。だから全然もっちゃんゆうはすいすいに比べたら余裕が追い詰められてないから全然もうやりますって感じだったんだけど、それでちょっと反省そうだ頑張って覚えてよかったなと思って、ずるいですよね。みはるさんに背中を押してもらい、りかさんのラメをもらい、みゆみゆさんに褒められて。そう、だから嬉しいこともショックなことも人生はあるよねっていうね。でもずっと憧れてたリカさんの卒業コンサート卒業公演に同じステージに立てるって本当に幸せだったよ。まあちょっと20分ちょいじゃ語りきれないので、また明日配信するときにこの話をしようと思います。58分ありがとうございます。それでは壇上を読みます。13位よこりんさんありがとうございます。12位突破Qさんありがとうございます。11位 DM さんありがとうございます。10位片山さんありがとうございます。9位 70% のアベベさんありがとうございます。8位まこいもさんありがとうございます。ふっ7位ビールバラさんありがとうございます。6位ひろいちさんありがとうございます。5位きっともえらいん33333333ありがとうございます。4位ひよりげたさんありがとうございます。3位としさんありがとうございます。2位たかたんさんありがとうございます。1位ゆうきさんありがとうございます。皆さんごめんね、最近15分とかしかできなくて急ぎ足になっちゃう。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。これからまたサマーセットリスト公演のさレッスンとか
が入ってきてさ、ちょっとどうなるか分かんないんだけど、明日はとりあえずゆっくりできそうなので、明日配信するので見に来てね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。バイバーイ、おやすみ、ごきげんよう。